アレクシー・オガンド・アコスタは、ドミニカ共和国産、ペドロ・デマコリス州サンペドロ・デマコリス出身の、プロ野球選手。宇ト右ミギ現在は FA。2002年にオークランド・アスレチックスと契約。当時は、外野手で、2003年は、ルーキー級のアリゾナリーグで、オプス910を記録している。2004年、ドミニカ共和国の女性を、 アメリカ合衆国で不法就労させるための集団偽装結婚に関わっていたことが発覚し、5年間のビザ発行停止処分を受けたため、米国への入国ができなくなってしまった。この騒動には、マキシモ・ネルソンなど約30名のドミニカ人選手が関与しており、それぞれ3000ドルの報酬が与えられていた。オガンドは家族の生活を楽にするためにお金が必要だったと語っている。 テキサスレンジャーズ時代2005年からの5年間は、ドミニカンサマーリーグとウィンターリーグでプレー。2005年12月にルール5ドラフトで、テキサスレンジャーズに移籍した。2006年から投手へ転向すると、球速はすぐに97マイルパーアワーに達した。レンジャーズは当局に対し、何度もガンドの処分解除を求めたが、認められなかった。2010年2月に、 ビサ発行が認められ、6年ぶりに、米国でのキャリアを再開させた。この年は、AA フリスコラフライダーズからスタートしたが、マイナーでの登板は18試合、30イニングのみで、6月15日のフロリダ・マーリンズ戦で早くもメジャーデビューを果たした。最終的に、レギュラーシーズンは44試合に登板して、防御率1.30、プレーオフでは5試合で、 防御率1.50という好成績を残し、ルーキーながら、ブルペンの柱となった。2011年は、ネフタリフェリスへつなぐセットアッパーを務めることになって、いたが、トミー・ハンターが怪我で出遅れることになり、先発に転向することが決まった。当初はハンターが復帰するまでの一時的な、配置変更という予定だったが、開幕から絶好調で7連勝をマークすると、 そのまま先発に定着した。前半戦最終戦に先発して出場できなくなった CC サバシアの代役という形ではあったが、オールスターにも初選出された。後半戦は防御率4.45とやや失速したが、13勝を挙げる活躍でレンジャーズの地区連覇に貢献した。プレーオフでは先発を4人以内で回すことが可能なため、オガンドは ブルペンへ回ることになった。2014年1月17日に、レンジャーズと262万5000ドルの1年契約に合意した。オフに FA となった。2015年1月30日、ボストン・レトソックスと1年契約を結んだ。この年は、すべてリリーフで自己最多の64試合に投げた。前年に6.00を超えていた。 防御率は3.99まで低下したが、65.1イニングで本塁打を12本も打たれるなど、1発病が見えた。11月6日に40人枠から外れる形で、トリプル A 級、ポータケットレッドソックスに降格し、同日 FA となった。2016年1月7日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び、 同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。4月2日にブレーブスとメジャー契約を結んだ。6月27日にリーフ、7月1日に自由契約となった。2016年7月11日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級リノのイシズで6試合に、 登板したが、防御率13.50と結果を残せず、8月2日に自由契約となった。2017年1月10日に韓国プロ野球のハンファイーグルスと契約したが同年限りで退団した。2017年12月21日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2018年の開幕は参加の a a 級コロンバスクリッパーズで迎え5月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした5月20日にメルキーカブレラをアクティブロースターに登録させるのに伴ってリーフとなり25日にマイナー契約で a a 級コロンバスへ配属された強し速球が持ち味で2011年にはフォーシームの休息が 平均95.0マイルパーアワーを記録した。これはジャスティン・バーランダーと並んで MLB の先発投手では最速タイだった。リリーフ時は平均97マイルを計測する。チーム事情などによって先発とリリーフの両方をこなしている。速球とスライダーで全投球の約85%前後を占める。 左打者相手に三振があまり奪えないのが課題で、キャリア通算では、対右打者の奪三振率が8.97なのに対し、対左打者は5.37となっている。ありがとうございます。